鼻毛の正式名称は、尾毛。トウモロコシの粒の数は、必ず偶数。人間は話すときに、72種類の筋肉を使う。南極や北極では、風邪をひかない。白熊は、左利き。ペンのキャップには、万が一飲み込まれても、窒息しないように穴が開いている。カラスは、人間の顔を覚えることができる。ルーブル美術館の展示物を、すべて鑑賞するには、丸4日間かかる。ハエは足に味覚があり、歩きながら食べ物を味わえる。昭和33年3月3日生まれの人は、平成3年3月3日に33歳の誕生日を迎えた。蚊は、メスだけが血を吸い、オスは吸わない。豚は、体の構造的に、空を見上げられない。カンガルーの赤ちゃんは、母親の袋から顔を出した日が誕生日。赤ちゃんに、反町隆史の、ポイズンを聞かせると泣き止む。